皆さんこんにちは。今日も聖書の言葉から学びたいと思います。今日はイエス様が4000人の人に7つのパンと少々の魚で満腹にされたという聖書の言葉から、神様が私たちの必要を満たしてくださるお方であるということを学びたいと思います。聖書はマルコによる福音書8章の1節から9節です。読みます。その頃また群衆が大勢いて、何も食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ。もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない。空腹のまま家に帰らせると途中で疲れ切ってしまうだろう。中には遠くから来ている者もいる。弟子たちは答えた。こんな人だと離れたところで一体どこからパンを手に入れて、これだけの人に十分食べさせることができるでしょうか。イエスはパンはいくつあるかとお尋ねになると、弟子たちは7つありますと言った。そこでイエスは地面に座るように群衆に命じ、7つのパンを取り、感謝の祈りを唱えて、これを裂き人々に配るようにと弟子たちにお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。また小さい魚が少しあったので、賛美の祈りを唱えてそれも配るようにと言われた。人々は食べて満腹したが、残ったパンのくずを集めると7かごになった。おおよそ4000人の人がいた。イエスは彼らを解散させられた。イエス様のところに話を聞きに来た4000人の人たちがいました。ほとんどの人たちが3日間食べるものも食べないで一生懸命イエス様の話を聞いたわけであります。そろそろ時間が終わる頃、もう解散させなければならないという時になり、お腹の状態を知っていたイエス様が7つのパンと少々の魚によって4000人を満腹されられた。神様は私たちの必要を知っていてくださり、その必要を満たしてくださるお方であるということを、私たちはこの聖書の言葉から学ぶことができます。そこで今日は必要を満たしてくださる神について3つのことを学びます。第一に、神は私たちの現実を見ていてくださっている。イエス様は一人一人がお腹が空いているということを知っておられました。また中には遠くから来ている人がいるということも知っておられました。マルコによる福音書の8章の2節を見ますと、群衆がかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない、空腹のまま家に帰らせると途中で疲れ切ってしまうだろう、中には遠くから来ている者もいる。私たち一人一人は何かいろんな問題があると、私のことは誰も分かってくれないという気持ちになります。しかしイエス様は知っていてくださる。そこにいた人たちの健康状態、それだけではなくて遠くから来ている人たちもいるということさえも把握しておられた。私たちの現実の生活の中で苦しむときに、イエス様はその現実を知っていてくださる。そしてそのイエス様は私たちに対して現実をしっかりして生活をすることを教えてください。イエス様は弟子たちに言われました。パンはいくつあるか、現実の状態はどうか。弟子たちはしっかり現実を見ていました。4節を見ますと、弟子たちは答えた。こんな人だと離れたところで一体どこからパンを手に入れて、これだけの人に十分食べさせることができるでしょうか。7つのパンしかない。そのパンによって4000人を満たすということはできない。現実の辛さをはっきりと弟子たちも知らされました。信仰は現実逃避ではありません。神様は現実をしっかり見て、私たちの現実の中で
栄光を表してくださる。私たちも現実を見た上で、その現実の中に働いてくださる神を見ることができます。必要を満たす神、第一に神は私たちの現実を見ていってくださる。第二に神は私たちにあるものを用いて栄光を表される。神が必要を満たすときに私たちにあるものを用いて満たしてくださって栄光を表してくださる。イエス様は弟子にパンはいくつあるか、あえて尋ねてくださいました。そしてその現実にあるものはいかにも小さいものであります。ああ、こんな小さいもので何ができるだろう。周りを見たらば4000人の人たちがいる。こんなちっぽけなものではダメだ。何の役にも立たないと弟子たちは思ったわけでありますが、イエス様はそのちっぽけなと思えるようなものを用いて何をされたかというと、パンを取り、7つのパンを取り、感謝の祈りを唱えて、これを先人々に配るように弟子たちにお渡しになった。弟子たちはびっくりしたと思います。こんなちっぽけなものをどうやって配るんだろう。そう思っていると、イエス様はまた小さい魚が少しあったので賛美の祈りを唱えてそれを配るようにされた。あ、この少ないちっちゃな魚がどうなるのだろうかと思ってたら、イエス様は賛美の祈りを捧げて配りなさいと言われた。そして弟子たちが配った時何が起きたか、8節を見ますと、人々は食べて満腹したが、残ったパンくずを集めると7株になった。そこにいた全員の人が満たされる。満たされるだけではなく、余ったものを集めていると7カゴにまでなった。神様が働かれるときにちっぽけな満たし方ではなくて、もう満杯、いやこぼれるほどの恵みを私たちに与えてくださる。神様は今も働き、私たちの必要を満たしてくださいます。こんなことダメだろう、私が持っているものはこんなものだと私たちは思いがちでありますけれども、神はちっぽけな持ち物さえも無限倍に祝福してくださって、その必要を満たしてくださる、そして栄光を表してくださる、その神を私たちは信じております。とするならば、必要を満たしてくださる神、第3番目に私たちができることは、必要を満たしてくださる神に従う、このことです。捧げることは決して失うことではありません。これを捧げたらどうなるのだろうか、いろんな不安が捧げることには起こってきます。でも思い切って神様に捧げるときに、神様は無限倍にそれを祝福してくださって、必要を満たしてくださるだけではなく、必要以上のことまで私たちのうちに栄光を表してくださる。今もイエス様は私たちに言われます。あなたが持っているものは何か。イエスはパンはいくつあるかと尋ねにあった。弟子たちはこんな人だと離れたところでパンを買いに行くなんて不可能ですよと言った時に、イエス様は視点を変えて、パンはいくつあるかって言われた。あなたの持ち物は何か、今も問いかけてください。そしてその私たちが持っているものを神に大胆に捧げるときに、私たちが神に従うときに、神は必要を満たしてくださり、栄光を表してくださる。聖書の話は2000年前のおとぎ話ではありません。聖書は今も私たちを励まし、今の時代に神様は必要を満たしてくださるお方、このお方を心から信じ祈りたいと思います。皆さんが抱えている問題がどんなに大きな問題であったとしても、
今私たちが持てるものを神に捧げるときに不思議な神様の技が行われてきます。この神に私たちは従っていきたいと思います。皆さんお一人お一人の上に神の豊かな導きがありますように。アメン。